コラードは、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが、欧州、北米、日本で販売していたサンドアハッチバッククーペである。事実上、シロッコの後継者にあたる。なお、コラードとはスペイン語で、失踪するという意味のコレールを元にした造語である。1988年に、フォルクスワーゲン発のリアルスポーツカーとして発表された。カルマンと共同開発され、 ライバルとしては、ポルシェ944が想定されていた。また多くの基本コンポーネントは、ゴルフ2と共有されており、ゴルフ2の派生車種として位置づけられている。ただし、プラットフォームの前半分が、ゴルフ2と共通の A にプラットフォームだったのに対し、後ろ半分は三代目パサートと共通の B3、プラットフォームが採用されており、内装も当時のゴルフではなく、 パサートと共通の衣装を持つなど、ゴルフとパサートの中間に位置するグレードだった。チルト式、ステアリングコラムも採用されている。乗車定員は2プラス2名。リアオーバーハングは短く、ラゲッジルームも狭かったが、リアシートを倒すことで容量を拡大できた。テールゲートに装備されていたスポイラーは、時速 70km で展開され、時速 20km で格納されるという。 速度緩和の可変式で手動での操作も可能だった。安全面ではホイールスピンを防ぐ EDS をはじめ ABS も装備され、後に運転席と助手席のエアバッグも標準装備とされた。タイヤのインチはモデルライフを通じて変更が多かった。スポーツカーとしての評価は高かったものの売り上げは振るわず1995年に生産中よされた。 直接の後継者は登場せず、カルマンギアに橋を発するフォルクスワーゲンのに、ドア専用モデルは、クーペカブリオレである、イオスが2006年に登場するまで不在となる。またフォルクスワーゲンは、同年のパリモーターショーで、アイロックと呼ばれる、コンセプトスポーツモデルを発表しているが、こちらは2008年より、シロッコの名を復活させた上で発売され、コラード以来久しぶりのフォルクスワーゲン製。 スポーツクーペが登場した。イギリスなどでは右ハンドル仕様が販売されていたが、日本では左ハンドルのまま輸入された。G ラーダーと呼ばれるスーパーチャージャーを搭載した直列4気筒サイチェシー 1780cc のエンジンに5速 MT を組み合わせたモデル。最高出力 160PS5600rpm、最大トルク 22.9kgm、 4000rpm を発揮した VR6 と1 6トの登場に伴い生産終了した強格 V 型6気筒載チェシーエンジン搭載この VR6 エンジンはパサートと共に導入されフォルクスワーゲン車に V 型エンジンが導入されたのはこれが初めてまたコラードに搭載された VR6 エンジンは排気量が 標準タイプから 70cc 拡大された 2861cc の強化仕様である。さらに5速 MT の他にコラードとして初めて4速 AT も採用された。最高出力 190PS5800rpm、最大トルク 25.0kgm4200rpm を発揮した G60 の事実上の後継モデルと言えよう。 あとにゴルフ GT16V にも搭載された直列4気筒 DOHC16V エンジンを採用、変速機は5速 MT と4速 AT を選択できた。日本での価格が400万円を切るコラードのエントリーモデルとしての設定だったが、VR6 に比べてフロントの重量配分が軽く機敏性があった。スペックは排気量 1984cc。 最高出力 135PS 5800rpm 最大トルク 18kgM 4400rpm VR6 よりも1年早くカタログをちした。ありがとうございます。